おはようございます。アルディアスコール。あー、はい、あれミュちょっと待って、あれまだいいのかミュートしなくて。あ、大丈夫です。朝の部、スポーツ部の担当の浅川です。よろしくお願いします。あー、はーい、元気でいいっすね。さあ、朝トレーニング、まあ、このテーマとしては、朝トレーニング、朝活でトレーニングをすることによって、自分の欲求に打ち勝つ体を作るというところがテーマになっています。そうすることで朝から体が活性化していって一日元気な体になっています。じゃあここで、まあ、欲求に打ち勝つ、その欲求、人間って三大欲求があるんですけど、一つは睡眠欲、一つは、まあ、性的な欲求、あと一つクスクグ先生、答えお願いします。食欲も生理的な欲求なんですか？そうです。そうですね。食、睡眠欲と？睡眠欲と性欲と、あと一個です。え、食欲じゃないの？あ、そうです。食欲です。食に対する欲求ですね。素晴らしい。なぜかというと、この三大欲求、原始的な欲求というので、いわゆる本能に訴えかける。なのでこうやって朝起きてトレーニングをやろうって言っても、睡眠欲の方が強いと、あ、起きれなかったってなったりするので、でトレーニングっていうのは、そういったような本能に訴えかけるような回路に、新しいこう回路を生むようなシステムができるので、トレーニングをすることによって、その自分の本能に打ち勝って理性、朝からトレーニングして体を活性化させるっていう方向に回路を作っていくっていうのが重要になってくるので、まあこう一緒に皆さん参加していただいて、本能的な衝動に向かうのではなくて、自分の頭で考えられる理性が働くような体を作って一日活性化していきましょう。では、今日はトレーニングの方に関してはちょっと下半身をメインにやっていきますので、あ、ちょっと待ってください。よろしくお願いします。ではミュートに音声の方していただいてやっていきましょう。よろしくお願いします。では右足を前に引き出します。前慣れをしましょう。手を上に上げていって、体をぐーっと反っていきます。はい、5回いきましょう。1、2、3、4、5、はい、OK です。では、その状態で、今度は右手をその状態のまま開いていきます。後ろまで伸びます。息を吐きながら、2、3、4、はい、ラスト、5。はい、OK です。今度は左に行きましょう。前ならえをしてぐーっと目線を上げていきます。で、ぐーっと上げていく。1、はい、ぐーっと上げて2、いいですね。あと1、目いっぱい飛びます。3、はい、し、はい、あと肩が上がるように5、はい、OK。 ではまた前習いにしていただいて、そのまま左に開いていきます。1、2、3、
be hung off the night train. You made our fake, so we sent to the house in the stroke the night out so we can roll big hot shit. では次は右足をまた切り替えて前に出していただいて手を後ろについてお尻を引きます。腕の後ろを伸ばしていって前に手をついて左に引きます。で右手を開く、はい、いいですね。はい、後ろ前に、左について、手を広げます。そうです。指先見ましょう。はい、後ろ。前。指先を見る。三。そうです。そうです。はい、後ろ。前。指先見て。あ、いいですね。ラスト。後ろ。前。はい、OK です。今度は左足に変えます。で、後ろに手を引いて、裏を回します。で、前に行って、右手を引いて、左手を開きます。で、頭を前に突っ込まないようにしましょう。後ろ、前、開く、に、はい、いいね。ライトの方、前、約3、後ろ、前、約3、後ろ、前、5、はい、OK です。では、次はちょっと股関節伸ばします。なので、足を開きます。で、下の上に肘を乗せて、少しだけ上げる。1、2、3、いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、はい、OK。で、今度はかかとを持っていきます。お尻を体を起こしましょう。前に体がないように、まっすぐ向いて、はい、まず上げる。1、2、3、4、5、6、はい、OK。 で、今度は腕を設定の姿勢になってきます。このような感じですね。このまま足を前に出す。右足から右手の横にで足が出るぐらいの形ですね。はい、戻す。はい、左足、2、3、しっかり足前に戻して、4、はい、5、はい、6、7、8、9、ラスト、はい、OK。いいですね。素晴らしい。このように柔軟というと、まあ、ストレッチというと結構こう止まって足を伸ばしたりとかするんですけども、動かすことによって可動域というふうにして上げられるところへ上げることによって脳幹って体から脳に行って、あ、ここまで動かすんだなっていうスイッチが入りますので、トレーニングの前とかはこうやって動かすトレーニングを、ストレッチをやっていきましょう。では、トレーニングの方に集中していきます。今日は下半身なので、メインは、足回りのトレーニングになっています。手の肩を前に流して手を振ります。で、肩は足を幅にしていただいて、このままお尻を引いていきます。フラットで、いけるところで降ります。で、このままアップ、
注意点としては、横から見ると、このように膝から開くのではなくて、お尻を引いていきまして、体を前に倒さないように、引いて、ダウン。そして、ハンドクラム。このまま、まっすぐを受け上がる、立ち上がって、いきましょう。では、10回いきます。意識は、足の裏、地面を掴む感覚を養っていきましょう。よーい、はい、ダウン。はい、もうすぐ、1、ダウン。はい、2、はい、3、はい、4、はい、戻して、5、はい、戻す、6、はい、戻す、7、はい、戻す、8、はい、いいぜ、9、はい、あと、はい、OK。クフ先生、音声を一回入れてもらっていいですか？音声を。はい。あとでどこは聞きましたか？ももの前。あ、ももの前。いいですね。足の裏のかかと側。かかと側。ふくらはぎって感じですかね。いや、なんか足の裏が効いてる感じする。足の裏、おお、いいですね。ももの前に効くってなると、ちょっと膝が前に出てる可能性が高いです。あ、でもちょっとふくらはぎも効いてる。ええ。こういう形にちょっとなってるので、お尻をイメージ引いていく。うん。このまま座っていくような形ですね。ここが前にこう出ると、ももの前。ももの前に効かせたい方は、むしろ逆にこういう形でやった方がいいんですけど、お尻をしっかり引かせることによって、お尻とこのもものこの下の方に引きます。ここに引いてば OK です。はい。そこをちょっと意識して、もう一度今度は閉じてやっていきますので、またミュートにしてちょっとやっていきましょう。ではまた前慣れして、前に。そして閉じます。足が開かないように気をつけましょう。ダウン。はい、アップ1。はい、ダウン。膝開いてますよ。そして2。はい、ダウン。はい、3。ダウン。4。ダウン。はい、5、ダウン、6、ダウン、7、ダウン、
down, down. Four. Eye down, down, down. Six. Eye down, down, down. Seven. Eye down, down, down. Eight. Eye down, down, down. Nine. And just one more. Aye, okay. Nice. Yeah, man. では次は下半身の部分、バランスも含めて立てます。片足立ちです。まっすぐ立っていただいて、腰幅ぐらい、この状態から手を自分の胸に、膝を持って胸に近づけます。そのままキープします。そうです、いいですね。これを20秒ちょっとやってみます。一回落ち着きましょう。ではいきますよ。片足両足立って、レディー、はい、行きましょう。ゴー。いいですね。肩に力入れないように、はい、 OK。バランスいいですね。素晴らしい。今度反対足いきましょう。こちらを持って同じように立っていきます。はい、では足を抱えます。手足抱えましょう。はい、キープ。いいですね。はい、10秒。ナイス。じゃあ次ちょっとレベルアップします。手を前に組んで、右足でまず立ちます。左足ちょっと上げます。このまま体を倒していって前に押し込んで戻ります。ふらふらしないようにいきます。よいしょ。このまま体を倒す。はい、あ、いいですね。1、はい、戻して、なるべく T の字ですね。 T の字になるように体を持っていきます。2、足を上げるというよりも後ろにぐーっと伸ばしていきます。はい、戻す。おしょー。前に。これ。はい、戻す。はい、後ろに。はい、いいですね。はい、バランスを保ちましょう。ラスト。いい感じ。はい、OK。ナイスです。はい、戻って、OK。バンドを使わないようにしましょう。では、今度は反対側でキープしていきます。逆側をやっていきましょう。この状態で、右足を上げます。そして、後ろに、バランス。はい、戻す。1。はい、後ろに。はい、戻す。2。戻ります。右肩を合わせて、はい、戻す。3。左。はい、戻して、4。はい、後ろに。
ックル。はい、オッケー。オッケーです。ナイスです。では次は、ランジして足を前に出す運動をしましょう。普通に歩くよりも、ランジを送って、このような形で、足を前に出すようなトレーニングをすると、より脂肪が燃焼したりとか、カーテンの筋肉を使います。では、やってみます。また、前に出して、手をこのように。このまま、一歩足を前に出す。で、こちらの足に体重を8割、9割乗せます。左足は添えるだけで、ペタッと楽にします。そのまま、右足で蹴って戻ります。前に出す。体はちょっと前に倒れて OK です。胸の位置と膝の位置が一緒ぐらいになると、しっかり乗ります。で、乗ったら、左足で蹴って戻す。では、右足を行きましょう。もうちょっと上げて、前に出す。そう、しっかり乗せます。そして、右足で戻す。はい、左。はい、戻す。はい、右。はい、戻す。はい、左。はい、戻す。腰を出す足に乗せる。体重をしっかり乗せましょう。はい、戻す。そして、左足に乗せる。膝が内側にこう入らないように、まっすぐ、その強化と、まっすぐにしましょう。膝と体にまっすぐ。はい、反対。はい、戻す。一回、蹴ってバランスを。崩さないように。はい、やっていきましょう。はい、よいしょ。はい、オッケー。ナイスです。オッケー。で、少し、このように、まあ、バランス、下半身のトレーニング、そして動きもつけた、この3つの要素によって、下半身をしっかり鍛えて、血流が回りやすい状態を作っていきます。で、そうすることによって、脳から生成された神経物質が、全身に行きやすい状態を作りますので、より細胞を活性化していきます。そして最後は、少し、まあ、心肺機能系といって、有酸素の呼吸数をちょっと上げるようなトレーニングをしていきましょう。では、やることが非常に簡単です。手を前に振ります。で、この状態のまま軽く右足出します。左足を下げる。で、こっちの前の足で立ち上がる。で、右足を下げて、で、左足立つ。はい。そうです。で、下げた足は、つま先立ちというよりも、ペタッと足をつけて、こちらで立つようにしましょう。これを、20秒、動き続けて、10秒休むっていうのを8回ちょっと作業で続けていきましょう。最後ちょっと心肺機能系も深めていきますんで、立って上がって立って上がってを繰り返していきますんで、頑張っていきましょう。では準備しましょう。 OK ですか？お願いします。では5秒前から4、3、2、1、はい、ダウン、アップ1、前足で取って、左、右、左、体、上半身バランスとないように、さっきのイメージして、うん、うん、うん、はい、OK。しっかり落として、こっちで蹴らないですよ。こっちの足でいきましょう、レディー。はい、ダウン、アップ、ダウン。
持ってきます。はい、OK。では、ちょっとももの前しっかり引き上げてもらったので、もも前の垂直筋を寝ていただいて、ちょっと寝ちゃいます。で、膝をちょっと曲げていただいて、右手で自分の足を持ちます。このまま膝を後ろに引いていきましょう。こっちをぐっと持ってくるんじゃなくて、膝を後ろに引きます。腰が反らないように。はい、OK です。反対にしましょう。この辺で小向きになって、体がくの字にならないように、そして、手を打って左手で膝を、足を持って、ぐるっと膝を後ろにします。では、付け根、股関節の付け根伸ばしていきましょう。右足を前に出して、左足を後ろに下げます。左足を後ろに下げて、ここを伸ばします。そして手は、後ろに下げていただいて、今は左手を伸ばして、反対側にぐーっと伸ばしていきます。そうすると、膝が一気に伸びていきます。斜め右のお仕事を横で上がって、斜め上。はい、いいですね。はい、OK。では、左足、前にして、右足をちょっと下げましょう。膝を下げて、ここも付け根を伸ばしていきます。このままバンバイして斜め上にぐーっと伸ばしていく。いいですね。はい、オッケー。では一度ミュート音声解除していただいて、はい、お疲れ様でした。やりきった顔ですね。やりきってないっすよ、あれきつい。いかがでした、今日の朝の。やめてほしいです。やめてほしい。まあ、あれは二度とやらないです。まあ、その、やめてほしいっていうところの自分に体を動かすことによって、それがだんだん幸福感に。で、終わった後やっぱ気持ちいいなってなったりとか、その体のきつさを超える、自分がこれぐらいできるんだっていうイメージを作っていくのも非常に大事なので、はい、それを結局自分の先ほど言った欲求に打ち勝つような体を作っていく一つのプロセス、新しい回路ができる、新しいものにチャレンジするっていうのはやっぱり痛みがつきものなので、そういった痛みに打ち勝つ習慣、今までの習慣を打ち勝つ、立つために一緒に取り組んでいきましょう。で、まあ、朝はこのような形で、どこかの部位、もしくは、まあ、体全体的に刺激を入れて、最後にこのように、有酸素系を入れることによって、体の心肺機能を上げると、血液が循環して、エネルギーが回るような形になりますので、朝から元気な体になっていきますので、引き続き朝の参加の方もお待ちしております。こちらの動画は、まあ、YouTube でもアップしてますので、まあ、見た方はコメント欄だったりに感想、まあ、リクエスト、こんなことやってほしいなとか、何でも構いませんので、ぜひコメントいただけると幸いです。さらに、まあ、YouTube 登録、チャンネル登録してくれた方は、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、また1時、13時からやっておりますので、皆さんもお願いします。
お疲れ様でーす。ありがとうございました。